皆様こんにちは。ベガトラベラーチャンネルにようこそ。今回は飛行機に乗って石垣島まで行き、大自然を満喫いたします。シリーズタイトルは石垣島へ行こう、スペシャルステージ2、第2回目、夕暮れの石垣島。バイヌ島石垣空港で車を借り、石垣島の西部カビラエリアの絶景を巡ります。まずカビラの隠れビーチ、カビラタバ川とキファ、カビラ湾を巡ります。そしてその後スクジビーチへ移動し、ビーチでサンセットを眺めます。ハロー、オールオーバーザウォールド、 Thank you for watching and welcome to the Vega Traveler Channel. This time I'm going to visit 石垣 Island by airplane Peach. The title of this series is Let's go to 石垣 Island to enjoy natureSpecial Stage 2, Ishigaki Island in the evening. I'm going to go from Bainushima Ishigaki Airport to Kabira beautiful scenery area of west side of Ishigaki Island. At first, visit the Kabira Tabagawa, which is a kind of secret beach, and Kifa, Kabira Bay. Then move to Tsukuji Beach and watching sunset here. Let's enjoy the video. Thank you. はい、ということでですね、前回のビデオで名古屋の中部国際空港を、13時に出発しまして、飛行機に乗りまして、ピーチに乗ってるんですが、この石垣空港、バイヌ島石垣空港といった名前になっているようなんですが、ここの空港にですね、15時50分に到着をするところです。それで飛行機の到着時間がですね、もう4時ぐらいということで、夕方に近いということで、1日目の夕方到着して1日目何をしようかなっていうふうに考えたんですが、夕日でも見ようかなっていうふうに思いました。それで石垣島のですね、夕日ですので日が沈む方ということで、西側ですね、石垣島の西側の、ちょっと有名な観光スポットに行くということにしました。はい、ということで非常に風で揺れて旋回をして、非常にヒヤヒヤしましたが、なんとか無事にですね、バイヌ島石垣空港到着しました。それでは Google マップで今回の経路を確認していきたいと思います。まずですね、石垣島なんですが、このように台湾ですとか、近くに上海とかが見えますよね。で、石垣島はこの辺りです。ちょっと拡大していきます。はい、沖縄の島が、八重山諸島ですね、八重山諸島の島がたくさん見えるんですが、この島がですね、石垣島となっております。そしてこの島のですね、大体これ東海岸になるんでしょうかね、東側の、バイヌ島石垣空港、こちらに到着をしたといった形になっております。それでまず車を借りまして、この東側の空港から西側のこの日の沈む方に行きたいと思います。まず最初に行くのはカビラタバ川という、ちょっと隠れビーチのようなビーチがありますので、非常に絶景のスポットとなりますので、こちらちょっと明るいうちにですね、このカビラタバ川といった隠れビーチまでちょっと行ってビーチを満喫してみたいと思います。はい、それでこのカビラタバ川というのはこのようにですね、このエメラルドグリーンの海を見ることができる非常に美しいエリアとなっておりまして、ただ駐車場も整備されてなくて、シャワーもないといったことで、そういうこともあってですね、観光客もそれほど多くの方が来られるわけではないといった形になっておりまして、この石垣島の、カビラ湾のすぐ横にあるですね、シークレットビーチといった様相のある、ビーチとなっております。はい、このカビラタバが非常に美しいビーチだっていう話を聞いておりますので、非常に楽しみにしております。はい、そしてカビラタバ川に行きましたら、その次はですね、すぐ隣、ちょっと南側になるんですが、カビラ湾、非常に有名な、もう石垣島といえばここ、カビラ湾、こちらのカビラ湾のビーチと、それからカビラ湾の展望台に行って、カビラ湾を楽しみたいと思います。はい、このようにですね、水の色が非常に綺麗で、水も非常に澄んでおりまして、非常に美しいエリアとなっております。はい、そしてその次ですね、このカビラ湾に行きましたら、夕日の時間を待ってですね、次はすぐ隣、今度は西側になるんでしょうかね、西側のですね、スクジビーチといったビーチがすぐ隣にありますので、こちらまで移動しまして、こちらのビーチでですね、夕日、サンセットを楽しみたいと思います。はい、ということで、石垣島1日目、今回はですね、まずこの3つの絶景スポットを回っていきたいと思います。非常に楽しみです。
はい、それでは梅ノ島石垣島空港玄関口を出ますと、ちょうどあの前のところにですね、まあいろいろ車が止まるところがありまして、こちらにですねレンタカー屋さんのバスが来てくれることとなっております。こちらからレンタカー屋さんのバスに乗りましてレンタカー屋さんまで行きます。そしてここで車を借りまして石垣島の西側のエリア、カビラエリアまで行ってみたいと思います。今回はですね石垣空港のすぐ隣にあります、トヨタレンタカーで車を借りております。車はですねビッツという車に乗っております。トヨタのこのビッツという車はですねトヨタがラリーカーとして使用している車となります。このラリーカーと当然この市販で売っている車っていうのは全然仕様が違うわけなんですが、まあ構造は、似たような形でですね結構取り回しがしやすい車となっております。小型でですね狭い道も行きやすい進みやすい車となっております。ブレーキもむちゃくちゃよく効きます。カーブもまあそこそこ曲がってくれるんじゃないかなっていう感じがします。はい、車はですねカビラタバ川の近くまで来ております。このように舗装された道がないので、まあ舗装されてない道を進むといった形になります。それであのこの舗装されてない道っていうのがまっすぐ行けば、行きやすいんですが、ちょっと入るところを間違えてしまったようで、ちょっとぐねぐね曲がりながら進んでいるところです。ナビだけが頼りといった形になりますね。はい、やっとのことですねカビラタバ川に続く道に出ることができました。この道をまっすぐ行くとですねだいたい突き当たりのとこまで行きますとカビラタバ川にたどり着くといった形です。ちょっとこの突き当たりの手前のところでスペースがありましたのでこちらで車を止めてカビラタバ川に行ってみたいと思います。はい、こんな感じでビーチの方まで歩いて出てみますと、うわーこれむちゃくちゃ綺麗ですね。白い砂浜、そしてですねちょっとあの本日はですね天候が曇ってしまっているんですが、それでも水の色がむちゃくちゃ綺麗ですよね。水色と言いますかエメラルドグリーンと言いますか、むちゃくちゃ綺麗です。やばいです本当に。はい、そしてこちらの方まで歩いてくると、はい、ここにありましたじゃじゃーんということで、このブランコですね。私はあのこのブランコマニア、ブランコマニアっていうところまでは行かないかもしれないですけど、いろんなビーチに行ってこのブランコに乗っております。今回はこのブランコに乗ってゆっくりしてみたいと思います。はい、それではちょっとブランコ乗ってみますが、ブランコからこのカビラタバ川のこのビーチ見てみましょう。むちゃくちゃ綺麗ですね。白い砂浜、そしてまあ緑、そして水の水色、エメラルドグリーンと言いますか、もうほんと青、水色ですよね。まあそして空といった形でむちゃくちゃ綺麗ですね。これは感動しますよね。これはほんとやばいです。はい、それでですね今回この石垣島に来る前にですね石垣島のいろいろなビーチの写真をちょっと見てみたんですが、どうやらですね写ってる写真っていうのが、このビーチのこの砂浜、砂がですね、どちらかというと赤っぽい砂が、赤っぽい砂浜が写ってるところが多かったんで、石垣島は赤土が多いんかなって思ってたんですが、そうではないようですね。どうやらあの最近のカメラはですねこの色合いの調整を、まあ天候や光の状況に合わせて、カメラ側が自動で色を調整して設定するっていう形で画像や写真が撮れるようになってるんですが、そのオートの仕組みがですね、この白い砂浜をちょっと赤っぽく写すような形で自動で補正される、まあこういった形で、色をこの写真とか動画を撮るとですね赤っぽく撮れるような形で自動調整する、まあ仕組みのものが多いんではないかというふうに考えております。で、まあ、私の撮ってるこの画像っていうのはまあ大体目で見た感じ、人間の目が見たら大体こんな感じになるよっていうぐらいの色で撮っておりますので、まあ大体こんな感じ、これが正しい色ではないかといった感じになります。はい、ということでカビラタバ川のブランコに乗っておりますということで、まあこんな感じで、ブランコにも非常に満足できました。まあいろいろなビーチに行ってブランコに乗っているんですが、まあここは今までの中でも一番この景色がいいブランコではないかというふうに考えております。はい、それではちょっと散歩してみましょう。カビラタバはこんなような、ビーチになってます。ここビーチっていうよりどちらかというと岩場になってますね。ちょっと歩いてくると岩場があります。はい、それで本日はちょっと残念なことにですねちょっと曇ってしまっていまして、ちょっと薄暗い感じはありますよね。遠くの島、これあの石垣島の本島になるかもしれませんが、ちょっとあの遠方、まあ雲で、薄暗くなってしまっています。ということで海の色もですねこれ晴れで快晴の日に来るともっと青くて綺麗に見えるんじゃないかなっていう感じがするんですが、本日はこんな感じで曇りの中、ただ曇りの中でもこんな綺麗な、水色、エメラルドグリーンが見られるといった形になっております。
はい、それでちょっとこの岩場を歩いていきますとですね、ちょっと変わった形の岩がありまして、この丸い穴が開いたようになっていて、あちら側の海が見える岩場っていうのがあります。まあこんな感じになってますね。まあこんな変わった岩場もあるみたいですね。はい、あちら側見えるよねこれ。こんな感じで、ちょっとこれ明るすぎるかな。まあこんな感じで、こんな岩場を、散策することもできるといったビーチとなっております。はい、ということでもう一度ちょっとブランコに戻ってきました。もう一度このブランコをちょっと見ましょう。もうほんとここから見るカビラタバガーのこのビーチ、むちゃくちゃ絶景ですね。絶景と言いますか、色がもうやばいですね。色が全然違うといった形になります。はい、ということでこんな感じで、全国の、まあ、世界中のこのビーチブランコファンの皆様、ビーチブランコマニアの皆様、いかがでしょうか。私ここのブランコめちゃくちゃ気に入っております。景色がむちゃくちゃ綺麗といった形です。非常にこれおすすめですね。石垣島に来たらですね、まあ、こちらにはちょっと車を借りないと来れないかもしれないですが、石垣島でちょっと車を借りてこちらに来る機会があったらですね、ぜひともこれもう一回こちら来てみたいなっていうふうに思っています。めちゃくちゃいいですね。めちゃくちゃ絶景です。今度来るときはぜひともですね、晴れた日、ピーカンのですね、むちゃくちゃ晴れた日にちょっと来てみたいですね。もう本当にこの曇りの中でもですね、この水の色がやばいですよね。これ水色、濃い水色と言いますか。まあ、ということでこんなようなですね、非常に濃い水色、こういった美しい海が見られるっていうのも沖縄石垣島での楽しみの一つだと思います。こちら本当に絶景スポットだと思います。はい、こんな感じでですね、まあ飛行機で石垣島に来まして、これ名古屋から今回飛んできてるんですけど、名古屋からピーチに乗るとですね15時50分ということで、だいたい午後4時ぐらいですね、午後4時ぐらいに到着しますので、それからちょっと観光に行ってみたいなっていう方はですね、車を借りてですね、まあここのカビラタバガー、こちらまで来るとですね、まあその日のうちに非常に美しい絶景のビーチを見ることができるといった形になっております。で、まあ、こちらのカビラタバガーに来る時の注意はですね、駐車場、大きな駐車場というのが整備されておりませんので、で、こちらのカビラタバガーのこのビーチに入ってくる道っていうのが舗装されてない、狭い道を通ってきますので、まあ、レンタカーですね、借りるレンタカーはできるだけ小さい車を借りてくるといいのではないかというふうに思います。そして本当にですね、このカビラタバガーの近くまで来ると、まあ、本当に小さなスペースがちょこっと空いているといった形になっておりまして、そこの小さなスペースに車を止めて、そして歩いてこのビーチまで来るといった形になります。それで、まあ今回私はですね、空港のちょうど前にですね、まあ、レンタカー屋さんがたくさんあるんですが、その中でトヨタレンタカーというところが、まあ、検索をしたら出てきたので、トヨタレンタカーさんで、このビッツという車を借りております。で、この白いビッツに乗ってきているんですが、この島の中を走るとですね、同じような白いビッツがたくさん走っていて、全部、このナンバーを見るとですね、レとかワとか書いてあるんですね。レとかワっていうのはレンタカーということですね。ということで、レンタカー、本当に皆さん小型のレンタカーを借りて、この島の中を走行している方が非常にたくさんいるということが分かります。はい、それであとはですね、沖縄石垣島、まあ、八重山諸島になるんですが、こちらのエリアっていうのは、地図で、まあ、冒頭のところで Google マップの地図で見た、ということで分かると思うんですが、台湾に近いということで、まあ、日本の中にあって非常に、まあ、一番西寄りのエリアだと、西側のエリアだということが分かると思います。ということで、まあ、名古屋から今回、まあ、午後4時前にちょっと到着をしているんですが、そこからですね、日が沈むまでの時間っていうのは結構長いんですよ。今回もですね、まあ、4時ぐらいに着いて、だいたい日が沈む時間が7時ぐらいといった形になっておりましたので、3時間ぐらいあるということで、まあ、午後4時に到着してもですね、まあ、明るいうちにいろいろなところが結構観光できるっていうことは覚えておくといいのかもしれません。これが逆にですね、日本の東側の北海道なんかに行くとですね、日が沈む時間帯というのはむちゃくちゃ早いですよね。ということで、明るいうちにいろんなところを観光しようと思ったら、朝早起きして行かなければいけないっていう感じになるんですが、沖縄はその逆、特にこの石垣島、八重山諸島というのはその逆で、日が沈むのが時間がかなり遅いといったことで、まあ、夕方から夜にかけて結構ですね、観光ができるといった形になっております。
まあそれでまあこんな感じになってるんですけど、このビーチですね、やはりあの本日ちょっと人が少なくって これ土曜日に来てるんで、もうちょっと人が多いんかな、観光客多いんかなと思ったんですけど、ほとんど人がいません。まあこれはですね、やはりあの道が整備されてないっていうことと、あとはですねシャワーがない、それから駐車場もあまりないといった形になっておりますので、それであまりこちらまで来られる方っていうのは少ないかもしれません。で海に入っている方も少ないです、これまあシャワーがないですからね。まあただこのように海は非常に綺麗です。むちゃくちゃ綺麗に海が見えます、濃い水色といった形ですよね。まあこういったところで、泳いでみるっていうのもなかなかいいんではないでしょうかね。ということでまあここの、ビーチで海に入ってですね、そしてあのまあホテルに泊まられている方はホテルに帰ってそこでシャワーを浴びるっていうことにすればですね、まあこのビーチで、ちょっとあの水浴びして、海水浴を楽しんでみるっていうのもなかなかいいのかもしれません。はい、ということで、まあ、こんな感じでですね、まあ、名古屋から飛行機で3時間で、まあ、こちらに到着して車で約30分、待ち時間合わせたら約、全部合わせて4時間ぐらいでしょうかね、4時間で、こんな綺麗な美しいビーチに来ることができるといった感じになっております。そしてこのカビラタバが美しい、景色を見てゆっくりすることができましたので非常に満足といった形で、次のエリアに行ってみたいと思います。車はですね、カビラタバ川に続くこの舗装されてない道路を、まあ、進んでいるところです。この道を通っていって、まずですね、舗装された道に出ていきたいと思います。このビッツという車、トヨタがラリーカーとして使用している車ということで、こういった舗装されてない道、こちらも非常にスムーズにですね、進んでいくことができます。はい、このようにカビラタバ川に続く道、私これ入ってくるときはもっとあの狭い道から入ってきてしまって、まあちょっと道を間違えていたようなんですが、こういったまあ結構ですね綺麗に整備された道を走っていくこととなります。ただですね、やはりあの対向車が来るとですね、まあ対向車を避けなければいけないといった形です。はい、そしてこの道をまっすぐ行きますと、このように舗装路に出てきます。はい、このように舗装された道に来ているんですが、舗装された道もですね、非常に緑が多いところを走っていきます。まあ気分転換で本当にドライブをしているだけでも楽しい感じになるといったエリアです。車はですね、これから、カビラタバ川から、同じカビラエリアのですね、一番有名な観光スポット、カビラ湾に行ってみたいと思います。そしてあのこのカビラタバ川のことをタバ川、そして、カビラ湾のことをキファっていうふうに呼んでいるそうです。タバ川とキファですね。まあタバ川とキファっていうことなんですけど、まあどういった意味があるのかよくわからないですけどね。キファですね、まあ変わった名前ですね、キハ85とかですね、キハ185、まあそれはあの国鉄型の機動車になるんですが、まあそれとは違います。キファですね、キファというそうです。カビラ湾のことです。はい、それではカビラ湾観光用のですね、この無料の駐車場に車を止めることができましたので、ここから歩いていきたいと思います。はい、このようにですね、キファ、これカビラ湾のビーチエリアに来ております。このようにですね、まあ、若い女子たち、女子のこれ大学生、学生になるんでしょうかね、女子の学生たちがたくさんいるといった非常に賑やかなエリアとなっております。非常に美しいエリアとなっております。で、ちょっと申し訳ないんですけど、このエリアですね、この女子たちに見とれてしまったのか、ちょっとですね、この GoPro の操作方法を間違えてしまいまして、 GoPro はあのこのクイックモーションとそれからスローモーションというボタンがあるんですが、これを間違えて押してしまいましてですね、このエリアだけクイックモーションで撮影されているといった状態になってしまいました。ということでですね、このようにクイックモーションで撮影するとですね、普通のこの時間帯で見るとですね、この写真がたくさん、まあ連続し並んでいるといったような動画になってしまっておりますが、まあ、こんな感じでちょっとですね、この美しいカビラ湾キファのエリアをちょっと楽しんでいきたいと思います。はい、ということで、まるで絵画に描かれているような、絵を見ているような非常に美しいエリア、カビラ湾のビーチ、ティファのビーチに来ております。非常に美しいですよね。白い砂浜とそれからむちゃくちゃ透明度の高い海、水色、まあ、濃い緑になっているようにも見えますが、緑色の海、これを見ることができるエリアとなっております。この辺りをちょっと散策していきたいと思います。でこのエリアもですね、本日はちょっとあの曇り
曇りとなっておりまして、ちょっと薄暗い感じになっているんですが、おそらくこのエリアもですね、晴れの日、ピーカンの日に来るとむちゃくちゃもっと綺麗だといった感じになると思います。本当にこの海が、透き通るような海でむちゃくちゃ綺麗だと。それとこの砂浜ですね、白い砂浜となっております。はい、ということで本日はですね、ちょっと曇りになってしまっておりまして、さらにですね、もう夕方ということで、かなり遅い時間帯になっているんですが、それでもこんなに美しい景色が見られるということで、ぜひともですね、このカビラ湾ですね、キファ、カビラ湾に来られた方はですね、このカビラ湾のこのビーチ、この辺りを散策するだけでも、歩いてみるだけでも非常にですね、美しい、この景色が見られるということで、ぜひともですね、こちらのエリア、カビラ湾キファに来られた方はですね、こちらのビーチのエリア、こちらのエリアをですね、歩いて、散策をしてみるといいのではないかっていうふうに、個人的には考えております。本当水がむちゃくちゃ透明度が高いというのはここから見てるだけでも分かりますよね。はい、それではカビラ湾の展望台に来てみました。このように今ビーチが見えると思うんですが、このビーチからちょっと階段を登ってくると、このカビラ湾の展望台に着くことができます。そしてこの展望台からカビラ湾、この一帯のエリアを全部見渡すことができるといったスポットとなっております。こんな感じで非常に美しいエリアだということがここからも分かりますよね。はい、このカビラ湾というのは、本当にですね、皆さんご存知だとは思いますが、この石垣島の中で、石垣島を代表する観光スポットとなっております。この景色を見ればですね、石垣島を代表する人気の観光スポットだっていうことが、納得できますよね。もう本当に非常に美しいエリアといった形になっております。愛称はキファと言います。キファですね。はい、ということでですね、こんな感じで白い砂浜、そして、緑の大自然、そしてエメラルドグリーンの海、そしてもう一つ晴れた時はですね、青い青空も見ることができるのかもしれません。こんな、全部揃ったですね、この、非常に美しい絶景が見られるっていうのは、このカビラ湾キファですね、キファ、このエリアを置いて他にはないんではないかっていうふうに個人的には考えております。ということで非常に感動しました。非常に満足です。非常にゆっくりすることができました。ということでこのエリアを離れていきたいと思います。はい、ということでですね、このようにカビラ湾キファを堪能することができましたので、そろそろ日が暮れてきました。今回最後のスポット、3番目のスポット、スクジビーチに向かいたいと思います。スクジビーチで夕日ですね、サンセットを見ていきたいと思います。こちらがスクジビーチの入り口です。先ほどちらっと駐車場が見えましたが、こちらはですね、このビーチの入り口の前にですね、無料の駐車場があるといったことで、観光客にとっても非常に行きやすい、ビーチといったことになります。このようにビーチの入り口の中に入っていきますと、レンガ造り、レンガのタイルになるのかな、こういったレンガ造りのような道がありまして、ちょっと右手にですね、このなんていうんだろう、ビーチハウスみたいな、ところはあるんですが、実は誰もおらずですね、無人となっております。無人ですね。はい、そして、このようにちょっとですね、左側に公園がありまして、遊具があるといった形になります。ここにスクジビーチといった看板が立っております。で、こちらはですね、無人のビーチとなっているようですが、シャワーも完備されておりまして、今回私、ちょっと海に入らなかったので、シャワーは使わなかったんですが、シャワーが完備されておりまして、どうやらですね、コインを、入れることによって、シャワーを使うことができるといった仕組みになっているようです。シャワーはですね、シャワーの前にですね、お金を入れる賽銭箱みたいなものがあってですね、シャワー1日100円って書いてあるんですが、実はですね、この観光用のこのウェブページがあってですね、この石垣島の観光用のウェブページなんですけど、これを見るとですね、シャワーは無料って書いてあります。これどっちが正しいんでしょうか。よくわかりません。100円、なんて言うんだろう、寄付で入れていくっていうような感じになってるのかもしれませんけど、よくわかりませんけど、そのあたりはちょっとですね、事前に確認をして、行かれるといいんではないかと思います。100円と書いてあるので100円入れておけば間違いないと思います。で、私が、今確認しているこの石垣島の観光用のウェブサイトは石垣ピピ .com っていったものです。こちらにはですね、シャワーは無料と書いてあります。そして夏の期間はですね、監視員の方
この、ビーチに監視をする監視員の方もいるそうですので、非常に安心して利用ができるビーチだということがわかります。はい、それではですね、この石垣島の、西側のエリア、サンセットを楽しんでいきたいと思います。非常に美しいですね。ちょっと雲がたくさん出ていて曇りだったんですが、ちょっとだけですね、太陽が顔を覗かせているといった感じになっております。はい、そしてこのスクジビーチ、これおそらくですね、今の時間帯がですね、ちょうど凪の時間帯になって波が出ていないということがあるのかもしれませんが、非常に穏やかな海となっております。水が波が少ない穏やかなビーチとなっております。ということで、これ遠浅になっているというところもありまして、家族連れでですね、子供さんお子さんを連れてきても非常に楽しめるビーチではないかというふうに考えております。はい、ということで非常に綺麗なですね、夕日サンセットを見ることができています。ちょっと雲はあるんですが、この天候の問題というのはですね、どうしようもないですよね。ちょっと雲は出てますが、非常に美しい綺麗な、夕日、サンセットを見ることができています。そして海もむちゃくちゃ綺麗です。凪の、海っていうんでしょうかね、波が立っておりません。凪の状態です。そして白い砂浜といった形になっております。はい、そして私は今回ですね、石垣島初心者ということで、石垣島に来たのは初めてなんですが、で大体ですね、石垣島のですね、こういった観光案内ですとか YouTuber の動画を見てみるとですね、大体ですね、石垣島の石垣港からですね、離島に行って、他の島のですね、案内をされている方が多いんですが、このようにですね、石垣島の島の中、本島の中を、散策してみても非常に綺麗な観光スポットがあるということが今回これで分かったということになります。でおそらく、本日は別に平日でもなくですね、土曜日になっておりますので、もうちょっとですね、観光客がいてもいいかなというふうに、最初は思っていたんですが、それでもですね、このスクジビーチ、こちらまで来られる方っていうのは少ないということで、実は、このスクジビーチっていうのは非常に穴場のスポットになっているのかもしれません。といった感じでですね、本日はですね、3箇所、観光スポットを回ってきました。一つは一番有名なですね、カビラ湾ですね、キファと呼ばれています。キファですね、こちらに行きました。こちらはやっぱり観光客の方結構いらっしゃいましたね。だけど、その他の2つのエリア、カビラタバ川と、そして、現在いるこのエリア、これはですね、スクジビーチ、このエリアっていうのは観光客の方もほとんどいないっていうので、非常に隠れた穴場のスポットとなっているのかもしれません。皆様ぜひとも、この石垣島に、来られた際にはですね、こちらのですね、隠れビーチ、カビラタバ川と、それからスクジビーチですね、この2つのビーチ、私非常に気に入っております。皆様も、こちら石垣島に来られた際には、この2つの隠れビーチ、カビラタバ川と、それからスクジビーチ、こちらのビーチにぜひとも寄ってみるといいんではないかなっていうふうに思っております。はい、ということで、このビーチを一番端っこの方まで歩いてきたらですね、この辺りでビーチが途切れてしまっていました。あちら岸に、海の中を通っていけば渡ることもできそうなんですが、ちょっと水着もですね、車の中に置いてきてしまっていますので、この辺りまでとしたいと思います。この辺りで戻っていきたいと思います。はい、ということで本日はですね、飛行機で、この石垣空港に到着しまして、到着した時間が、午後4時前といったことで、時間があまりないかなということで、1日目はそれほど大きなアクティビティはできないかなっていうふうに思っていたんですが、それでもこちらの石垣島に来てですね、非常にゆっくりと流れる時間の中でですね、この3カ所の、観光スポットを非常にゆっくりとのんびりと回ることができたということで、非常に楽しかったなっていうふうに思っております。はい、それではこの辺りでですね、夕日の美しいスクジビーチを離れまして、ホテルのある石垣港に向かいたいと思います。次回もよろしくお願いいたします。 Thank you for watching the Vega Traveler Channel. Could you enjoy the video enough? See you soon. Thank you.